センスオブワンダーというのは私の最も好きな言葉です。センスつまり感じるということですね。でワンダーというのは驚く、つまり驚く心というのがセンスオブワンダーなんですね。で何に驚くかというと、それは自然の精妙さとか生命の美しさ、あるいは宇宙の不思議さ、そういったものに驚く感性をセンスオブワンダーと呼んでいます。女性環境学者であったレイチェル・カーソンという人が本に書いた言葉なんですね。レイチェル・カーソンが言うにはですね、私たちはみんなセンスオブワンダーを持ってるわけです。特に子供時代には非常に鋭敏なセンスオブワンダーを持っていて、この自然の不思議さに驚いているわけです。自然界というのは蝶々の美しさとか貝殻のキラキラした輝きとかですね、無限のデザインリソースでもあるわけですね。このカンパノラの時計を拝見しますと、まさにそういった自然に題材を取った自然のデザインに、まあ、リソースを見つけた意匠が凝らされているというふうに思います。まあ、例えばこの作品ですと貝殻の緑色とか赤というふうな真珠層をですね、まあ、螺鈿のような形にして埋め込んでいる。やっぱりセンスオブワンダーは小さいところにこの無限の自然がギュッとこう凝縮されているところに感じやすいと思うんですね。そういう意味ではこの小さな文字盤の中に海の不思議が詰まっているように見えます。まあ、私自身のことを言えばですね、昆虫少年として野山をさまよっていた時に一番こうハッと驚くセンスオブワンダーを感じたのはルリボシカミキリという非常に小さなカミキリムシの、鮮やかすぎる背中の色だったんですね。そこにまあ吸い込まれるように感じたんですけれども、その時青っていうのは非常に不思議な色だなというふうに感じました。というのはこの自然界を見渡してみると青というのは至る所にあるわけです。晴れた空の青空の青、それから遠くに広がる海の青、あるいは遠い山々も青く見えますよね。生命の一番最初の頃に現れた生命体は単細胞の小さな単純な生命体だったと考えられるわけなんですけれども、その生命体が一番必要としていたものは何かっていうと水と太陽の光、あるいは酸素であったはずなんですね。ですから最初の生命の初原形態にとって青が生命にとってなくてはならない色だったわけです。それを美しいと感じたわけですね。ですから生命にとって美しさというのは何かというと、生命にとって必要なものだからこそそれが良きもの、美しきものというふうに見えたわけです。このコスモサインみたいな時計は全天の星座をこう表していて、それをこう式を通じて再現できているわけなんですけれども、時計を見ていると遠い宇宙のですね、無限の広がりを感じると同時にですね、まるで顕微鏡でミクロな世界の不思議さ、その細胞の中に無限の小宇宙が広がっているということとぐるっとつながっているような、そんな感じをいつも美しいものは実は生命にとって必要だから美しい。やっぱり青い色というのはですね、進化史を通してずっと生命にとって大事なものだったから青いものが美しいというふうに感じる。それが小さな生命体の、背中、あるいはこういう、宇宙を表した時計の上に現れているということに驚きと美しさを感じるというのは、ある意味で私たちが生きてきたこの生命の歴史をですね、もう一度再確認してるっていうことにもつながってるんじゃないかなと思います。